うわ、静か。大変な影響で、今はそれほど風があるとは思わなかったんですけど、台風の吹き風が結構吹くんですね。やじか、うわ、風あるね。もうやっぱりね、だいぶ水位下がったな。はい、じゃあここです。おはようございます。すごいね、怖いぐらいの濁流だね。流れ速っ。昨日はですね、在宅でお家でお仕事してたんですけれども、まあね、あの台風2号でしたっけ、あれは直撃ではなかったんですけれども、まあ、日本をなぞる感じで太平洋側を通っていきましたけれども、今は東京の方かな、千葉とかあの辺かな。あいつ大丈夫かな。あいつね、昨日ね、私の住む町はね、雨はね、お昼にちょっとざっと降りましたけど、まあそれでもなぁ、まあ通り雨ぐらいかなぁぐらいな感じだったんですけども、その後はね、ほぼ小康状態。まあ普通に降ってるか、ちょっと止むかなぁぐらいの繰り返しって感じかな。でもまあまあ、ずっと降り続けた影響で、昨日ね、たまたま昼間に点検があったんで、どうしても行かなくてはならなくて、お昼休みに、販売店まで往復しただけだったんですけど、その時ね、この、矢作がちょうど渡る寸前にですね、警報というかスマートフォンがけたたましくね、なりましたね。たまたまね、高速で止まってたからよかったもんね。ちょっとびっくりしましたね。よかったとか言うのが。もうなんかと思ったら、矢作川は氾濫しますから、注意してくださいっていう。今から矢作川渡るんですけどっていう状態で、その時ね、この水位、もうちょっとあったかな。もう今まで見たことないぐらいの、去年も台風あったんですが、その時よりも、水位高いんじゃないって思ってたら、僕初めてじゃないかな。このね、市内の、対応は我が家の隣の町まで避難指示が出まして、もう大変でしたよ。実際ね、なんてことはなかったんで、幸い何もなかったんでよかったんですけど、ちょっとね、大きな問題がありまして、まあそれはちょっと目力的に言っちゃまずいから、それはちょっとやめとこうか。ですけど、まあ、初めてじゃないかな。市内で、かなりの広範囲でね、避難できればしてちょうだいみたいな。避難指示だったかな、氾濫するレベルがね、5段階ぐらいあるのかな。
のもうレベル4まで行って、うわーっていう感じですかね。でも実際ね、住んでる住人としてはね、そこまで降ったっていう感じなんですけど、もう柳はね、ご覧のようにね、もうちょっと水位があって、やばいな、本当にこれ、絶対したらっていうぐらい、まあ確かにね、避難したらいかんなのだろうなっていうぐらいの感じでしたけど、もう、同じ愛知県でもね、渥美半島、もっと東の方の渥美半島の方は、線状降水帯、あれがね、2回発生したのかな。最初はあっちの方なんですけど、外角で助かったわってこんなこと言ってる感じですけど、まあね、まあ、昨日ね、そんなような一日でしたね。大変っていうか、その大変っていうか慌ただしかったね。もう市からアラート情報登録したのね、来るんですけど、もう頻繁に来るわ。娘がね、私仕事休みだから休みになっちゃったわとか、って、いいなお前。まあね、仕事からどうしてもね、まああんまり言えないんですけど、お子様をね、お相手にするお仕事なんで、まあ学校が休みだから、まあそうなるわねって、隣の部屋にいる娘がテレビをね、まあ見ながらね、もう、だらだらしてたんですけど、あのことね。そのテレビもね、まあ、よう音が鳴る。お、スーパー。いいねー。GR スーパー。いいじゃないですか。でね、そう、なんかね、普段の在宅勤務ならね、静かでね、時々ワンコがね、眠りから目覚めると遊べ構えっていうぐらいなもんで静かなんですけど、昨日はなんかね、スマホは鳴るわ、テレビは鳴るわ。で、ワンコは、まあ、ビビリなんでね、外で物音がすると、普段と違う状況に敏感に反応して、ちょっと震えちゃってるわ、とか、人間のそばから離れたくなくなるわ、っていう感じで。うん、で、まあ、そんな時に限って車の定期点検ね、もう予約しちゃってあるんでね、行って、ちょっとここ下、入っていけないわけではないね。ちょっと降りてみようか。久しぶりだな、こういうの。河口から3キロポスト。ここ行っちゃいたいけど、まだ濡れてるだろうからね、あんまり。スタンドが、やべえ。スタンド出しっぱなし。モンキーよくやるよな、これ。そうか、あんまり。中に行くのもあれなんで、今日ここにしとこうかな。うん、まあここにしとこう。はい、今日はここでちょっとお茶しましょう。はい、鈴鹿8体チェアでお茶します。ソボール発見。ナイキボール出してるのかね。あ、ここまで水が来てるわ。あらまあ。あらまあだね。これは。
取れてんのかな、うまく。台風の風だね、これは。
校の奥にもいるよね。ちょっと寄ってって写真撮れるかな。逃げちゃうかな。あ、逃げた。やっぱり逃げるか。写真撮るにはいいよね。雨上がりだったからね。写真撮ろう。まあまあいいか、向きは。これはシソです。やっぱり空というか空気がね、埃が、今日この引いた絵だけにしようかな。埃がなんかやっぱり雨が綺麗にね、埃を落としてくれたみたいで。